韓国海軍はこれまで次々に自国開発の潜水艦を生み出す日本に対して、日本に追いつけ追い越せとばかりに潜水艦建造技術をドイツから学んできたよね。その技術を習得し蓄積してきたことによって3000トン超の通常動力型潜水艦を自国で開発し建造できるまでになったぜ。今回は韓国海軍の潜水艦とサンアンチャンホについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。3000トン超級の通常動力型潜水艦チャンボゴ 3KSS3 のトサンアンチャンホ級のネームシップであるトサンアンチャンホは2021年8月13日に就役し、2番暗部が2023年4月26日に、3番関心最高が2024年4月5日に就役していて、最終的には6隻の建造が計画されているよ。なお、韓国において潜水艦建造を担当してきた造船会社は、これまでキョンサンナムドコジェシオクポドンにあるテウ造船海洋とウルサン広域市東区にあるヒュンダイ重工業の2社で、トサンアンチャンホ級潜水艦ではトサンアンチャンホと暗部がテウ造船海洋、新最高はヒュンダイ重工業が建造し、4番艦から6番艦まではテウ造船海洋に発注され5番艦まではすでに寄港されていたんだ。しかし2019年3月8日、テウ造船海洋の株主であった韓国産業銀行とヒュンダイ重工業が、テウ造船海洋の売却に関する本契約を締結したためテウ造船海洋ヒュンダイ重工業グループ入りすることになったな。そのために韓国産業銀行とヒュンダイ重工業が新たに持ち株会社として韓国造船海洋を設立して、その傘下にヒュンダイグループ系造船会社3社とテウ造船海洋が入る予定とされたのであるが、この買収には韓国国内における承認だけでなく日本や中国、果ては欧州においても独占禁止法などを所掌する当局の許可を得る必要があり、長い時間をかけて交渉に当たったものの、欧州連合 EU の当局の許可を得られずヒュンダイ重工業による買収は立ち消えとなっていたぜ。そして2022年9月、韓国産業銀行からテウ造船海洋の新たな売却先として、ハンファグループとの間で条件付き投資合意書を締結したことが発表され、ハンファオーシャンとして生まれ変わったのだったね。韓国海軍では1980年代から国産の通常動力型潜水艦を保有する計画を立て、そのための技術を潜水艦先進国であるドイツから学ぼうと考えて2段階に分け技術を取得する KSS 計画を立て、その第1段階として KSS1 計画を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。この計画は209型潜水艦を建造していたホバルツベルケドイツ造船 HDW のキール造船所において1番艦チャンボコサツキの建造を発注し、その際に韓国のテウ造船海洋の技術者たちをキールに派遣して建造技術を学ばせた上で、2番艦リセン及び3番艦チェムソンはドイツから艦隊のパーツを送らせてテウ造船海洋のオクポ造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法を取ったんだって。そして、4番艦パクイ以降はライセンス生産によってテウ造船海洋が国内建造を引き受けることになったのであるが、18隻とされた建造計画は9番艦イオッキの収益で終了とされ、韓国の潜水艦建造計画は第2段階に進むことになって KSS2 計画が発動となり、次級のソンゴニル級の建造に移行したぜ。このソンゴニル1級潜水艦は209型と同じくドイツの HDW が開発した214型と呼ばれる輸出用通常動力型潜水艦で、基準排水量1700トン水中排水量1860トン全長65メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルとチャンボゴ級潜水艦と比べて一回り大きなサイズとなっているな。214型は非待機依存推進システム AIP が導入されていて、水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増加された発展型であり、チャンボゴ級の建造による技術取得で潜水艦建造のノウハウを取得していたテウ造船海洋が建造を担当するものと見られていたんだけど、その予想に反してそれまで潜水艦建造経験がほとんどなかったヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったよ。
一番艦のソンゴニルは2006年6月に浸水したんだけど、その偽装工事中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明したため、推進軸を交換するなどした後に2007年12月に就役し、2008年12月に2番艦定置、2009年12月に3番艦アンジューコンが就役したんだ。しかし、1番艦ソンゴニルは就役後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦配備に就くことができないままも試験航行が続けられていて、2011年4月に改修のためドック入りしたものの、問題を解決することができずその後20ヶ月間も放置されていたぜ。そして1番艦のスクリュー騒音問題が解決できないまま2番艦定置、3番艦アンジューコンを就役させたものの、2010年にはこの3隻すべてが運用を停止されていたことを、朝鮮日報などが報じているな。その原因は、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりする問題が発生したためで、1番艦損元数で2006年から2009年の間にその現象が6回発生、2番艦定置では就役後2年間でやはり6回、3番艦アンジューコンでも3回発生していたらしい。原因は当初、韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したんだけど、ボルトが折れることはなくなったものの緩む問題は解決することができなかったため、HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく艦橋と甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことが判明し、金属板などで補強して半年かけて解決したものの、その原因には韓国製造業における手抜き体質があったのではないかとも言われているね。その後の調査は続けられ、結局のところ韓国企業において潜水艦に使用される超高張力鋼板を加工する技術力が不足していたことが原因であることが分かって、4番艦以降については建造経験を持つ手を造船海洋と交互に建造することになったんだ。その後も損元一級通常動力潜水艦はトラブルが絶えず、搭載されていた非待機依存推進システム AIP は浮上せずに、数週間に及ぶ作戦行動が可能であるのが売りなのだが、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明し、ドイツなど他の導入国ではこのようなトラブルの報告がないことから、韓国で製造された燃料電池に不具合があったことが明らかにされていたな。この他にも4番艦まで全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を40デシベル以上も超過していたことが判明したが、それを解決するめどが立たないとして海軍では5番艦以降の要求性能に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めたらしい。その後もソンゴニル一級潜水艦が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生して、民間のタグボートに曳航されるなどのトラブルが多発しているぜ。そのような韓国の潜水艦建造事情の中で初めての国産開発潜水艦として登場したのが土産アンチャン補給だね。土産アンチャン補給は海上自衛隊の新鋭潜水艦体型型と艦体サイズなどが近いが、大きな違いとして対地巡航ミサイルなどを発射するための垂直発射装置 VLS が6機搭載されているよ。VLS には韓国が国産開発した最大射程距離は約 1500km 対地巡航ミサイルヒョンム 3C の発射が可能で、対地攻撃能力が重視されているんだ。ヒョンム 3C 巡航ミサイルは、2010年頃に実戦配備が始まった対地攻撃用の巡航ミサイルで、その最大射程距離 1500km に達すると言われてされ、北朝鮮や日本全土への攻撃が可能だな。韓国の潜水艦名には土産アンチャン砲をはじめ、朝鮮独立運動家の名が多く付けられていて、保有潜水艦20隻のうち、リセントチャンボ号を除く18隻に抗日活動家の名前が付けられ、その9割が抗日活動家で占められているのは、友好国としてどう見ても異常であり、日本を敵視しているとしか考えられないとする声は多いようだ。そして、ヒョンム 3C 巡航ミサイルの搭載は北朝鮮よりも対日本を意識したものだとして、KSS3 計画においてはこの先 VLS 数が増えるなど重武装化されているのは、
韓国が実効支配している竹島を武力で取り返しに来る可能性が高いとして日本を仮想敵国として見ているとする見方も出ており、韓国への不信感は拭えないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。